ーサーです。今回はこちらディズニーツムツムのハッピーフレンズパックとサプライズパック、こちら一緒に見ていきたいと思います。はい、前回ハッピーフレンズパックを紹介した時に、なんと金色のプーさんが出てきてくれました。こちらのゴールドシリーズ、まだキャラクターいるようなので今回も出てきてくれたらいいなと思います。こちらのハッピーフレンズパックの中にはキャラクターのツム M サイズ、このサイズのものが1つか、もしくは S サイズ、こちらの怒りみたいなサイズのものが2つ入っています。思ったより小さめ。はい、そしてこちらのサプライズパックにはキャラクターツムが M サイズ1個、アクセサリーパーツが1セット、そしてコレクターガイドが1枚入っています。同じ M サイズのツムなんですが、このようにアクセサリーパーツが付いているので、単品で飾っておく分にはとってもいいなと思って、今回試しに2つ買ってきてみました。はい、前回の続き、こちらのハッピーフレンズパックからまずは開けていきましょう。こちらのハッピーフレンズパックシリーズ1は4種類あって、ベイマックスとベイマックス 2.0 プラスサプライズボックス、マイクとサリーとサプライズボックス、アナとオラフとサプライズボックス、そしてエルサとクリストフとサプライズボックスの4種類があります。前回はこちら同じベイマックスとベイマックス 2.0 などが入った箱を2箱ずつ開けたんですが、中身が偶然にもほぼほぼ被ってしまったので、他のキャラクターが出てきてくれたらいいなと思います。はい、では開けていきましょう。まずはベイマックス、こちらのサプライズボックス、この箱に見える部分に裏側に隠れてるようになっていますが、あー、また出てきた。はい、フレット、3パック買って全部フレットでした。中身でも他のものが入ってることもあるみたいなんですよね。残念。はい、こちらは1パックずつ買って楽しむぐらいがちょうどいいのかなという感じがしてきました。まあフレットとっても好きなキャラなんですがね。はい、チョコエッグに入ってるようなプニプニした感じの食感のツム、いろんなところに並べておくと可愛いですよね。はい、では続いてマイクとサリー開けていきましょう。何が出るかな、この前と同じかな。いきます、せーの、じゃん。あー、こちらも同じだ。どういう確率で入ってるんだろう。はい、ブーが出てきました。あ、ブーも可愛いんですがね。悔しい。新しいのが欲しいなと思って買うとちょっと悔しい。はい、個体差はありますが、どれも可愛い感じで作られています。まあ、この3人はセットで出てきてくれたら嬉しいですよね。はい、マイクとサリーはこんな感じ。続いてはどちらを開けようかな。エルサとクリストフから行こうかな。さあ、誰が出てくるかな。じゃじゃん、お豆と怒りだ。これもかぶりですね。このサイズとっても可愛いですけどね。 S サイズ2個はこんな感じ。はい、小さくてもとても細かく綺麗に作られています。このチャックの部分も綺麗に出てますよね。はい、お豆もそれぞれ可愛い表情をしています。怒り具合もいい感じに表現されていてかっこいいですよね。この炎の部分、髪の毛みたいな部分が透明なパーツになっていてとっても綺麗です。ネクタイもついています。ズボンもしっかり履いています。はい、怒り。エルサとクリストフもとても可愛く作られていますね。はい、全体を見てみるとこんな感じ。髪の毛の筋なども綺麗に入っていて、お顔のパーツのバランスもいいのでとっても可愛く仕上がっています。
はい、ではラスト、アナとオラフ開けていきましょう。さあ、どんな感じかな。あー、ペリー、こちらもかぶりでしたね。はい、ということでこちらがペリー。はい、尻尾の模様もしっかり入っています。アナとオラフはこんな感じ。オラフの前歯がいい具合にこうニョキッと出てるのも綺麗に表現されてて可愛いですね。ちょっと今回のアナはこう汚れが目立つかな。前回のはもっと綺麗な感じの仕上がりのが出てきました。今回のシリーズ、まあ被ってしまうのはしょうがないんですけど、そうするとこのついてるキャラクターも丸かぶりしてしまう感じになるので、かなりちょっと数が一気に増えてしまいますね。はい、3箱ずつ開けて大量に揃ったツムたちがこちら。まあお部屋の隅にこんな感じで飾っておこうと思います。ハッピーフレンズパックのラインナップはこちら。はい、中に入ってるのこんなに種類あるんですよね。今回出てきたペリー、ブー、フレット、そしてお豆さん兄弟とイカリのセットの他に、 S サイズには悲しみ、ジェシー、セバスチャン、ドリー、ビンボン、ベルがいて、 M サイズにはトランプもいます。はい、でもここまで被ってしまうとちょっとこの先やる気が起きない。他のシリーズが出た時にちょっと気が向いたら買ってみようかなと思います。このゴールデンツムは超レアらしいですね。はい、プーさん前回ゲットできましたが、それの他にダンボとスティッチとミニーちゃんがいます。こちらも本当になかなか出てこないものみたいですね。はい、ではサプライズパックを開けていきましょう。こちらは初めて買ってみたので本当にどんなものかわかんないんですが、中に入ってるのは今回のラインナップとは全然違うものなので、まあどちらかというと今度はこちらをメインに集めていこうかなと思っています。はい、では開けていきましょう。どんな感じかな。あ、これは誰？やったー、かわいい。あー、個人的にはこっちの方が好きかも。はい、この台座の部分にこんな感じでパーツをつけると完成かな。で、この部分にアリエルを乗せる。これすごいかわいい。はい、一つでの完成度も高いですし、アリエルも綺麗なお顔してますね。はい、二つ目は何でしょうか。開けていきます。誰かな。じゃん。あ、これはやったー、スティッチが来た。これは嬉しい。スティッチはこういうパーツがついていて、上に向けてこの部分に合わせてポケットを乗せてあげるかな。はい、そうすると完成。あ、こうやって動かせるし、動かしたまま固定もできるので、またいろんな乗せ方ができるというか、こんな風にちょっと傾けてディスプレイすることもできるんですね。スティッチも可愛い。うん、あ、すごく色合いもいいですね。あ、斜めにすると倒れちゃうかな。ほどほどじゃないと難しいかも。うん、ちょっと後ろに重心かかると難しいかな。どうしても斜めにしてディスプレイしたいときには、お腹のところに両面テープとか、マスキングテープをこう輪っかにしたのをくっつけて固定してあげるといいかもしれません。サプライズパックの
ラインナップはこちらになります。ミッキー、ミニー、ドナルド、ディズニー・マリー、ラプンツェル、スティッチ、エンジェル、ティンカーベル、アリエル、トリトン王ですね。はい。どれが出てきてくれてもとっても可愛いので、こちらはもうちょっと集めていこうかなと思います。特にこのティンカーベルのランプに入っているのだったり、ラプンツェルのこの船に乗っているものがとっても欲しい。可愛いですね。エンジェルのこの飾っておく台もちょっとクリアパーツになっていますし、ミッキーの、隠れミッキー的な感じのフォルムになっているものもとってもいいですね。どれもデザインが素敵です。はい、というわけで、ディズニーツムツム、いろんな種類が出てきてますね。こちらを、飾っておくアイテムもたくさん出ていますので、一緒にこれから紹介していこうかなと思います。はい、というわけで、今回はディズニーツムツム、ハッピーフレンズパックとサプライズパックの紹介でした。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。